旅行の達人。こんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日は裏磐梯で楽しむ自然アクティビティ9選をご紹介していきます。かつて磐梯山の噴火によって多くの湖沼が誕生した福島県裏磐梯、その美しい湖沼や山々の織りなす景色は多くの人を引きつけ、絶景が見られる観光地として人気です。そんな自然豊かな裏磐梯は四季を通して自然アクティビティが楽しめるスポットとしても有名です。カヌーやフィッシング、キャンプ、冬はスキーやスノーボードと種類は様々。今回は裏磐梯観光協会様とのコラボレーション企画です。裏磐梯で楽しむ自然アクティビティのおすすめスポットをご紹介していきます。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず最初にご紹介するのは黙々自然塾ガイドセンター。黙々自然塾ガイドセンターは、自然を体験し好きになることが自然を守る第一歩をモットーとした自然体験型ネイチャースクールです。自然観察からアウトドアスポーツまで様々な得意分野を持ったスペシャリストが集まり、プロのガイドカンパニーとしてアクティビティを幅広くサポートしています。知識や技術の熟知、そして安全面に徹底しているので、未経験者から本格的に体験したい人まで多様なニーズに応えてくれます。ガイドはみんな裏磐梯を愛し、その素晴らしさを伝えたいという熱い思いで集まった人ばかり。裏磐梯の自然を存分に楽しむべく、プログラムの提案に日々努力されているのだそう。例えば夏の定番になっているシャワーウォークは黙々自然塾のオリジナルです。キャニオニングとシャワークライミングを合わせたようなウォーターアクティビティで、激流を遡ったり流れたり飛び込んだり、文字通り全身で自然を感じる人気プログラムです。他にも様々な企画があるので、ぜひチェックしてみてくださいね。次にご紹介するのはアウトドアスポーツクラブバックス。裏磐梯でのアウトドアレジャーをガイドしてくれるアウトドアスポーツクラブバックス。四季を通して裏磐梯の大自然を満喫できる様々なプログラムが用意されています。春から秋までのシーズンに人気なのが桧原湖のカヌーツーリングです。安定性の高い2人乗りカヤックで、未経験者でも安心して参加することができます。気軽に参加できると言っても見どころはしっかり抑えられていますよ。視界の開けたところでは磐梯山を望む雄大な景観が、入り組んだ入り江ではジャングルクルーズのような探検気分を味わうことができるんです。桧原湖には小島が密集し、複雑な入り江を形成している怒り潟と呼ばれるところがあります。別名磐梯松島とも言われる美しいエリアで、間近に見られるカヌーはとてもおすすめです。ちなみにこちらではペットのワンちゃんも一緒に乗れるツアーがあります。家族みんなで参加すれば、より思い出深いひとときになりそうですね。次にご紹介するのはナチュラルビズ裏磐梯ウォーターパーク。ナチュラルビズは福島県での自然体験スクールやカヌー、スノーシューなどのエコツアーを開催している会社です。小さい子供連れでも安心して参加できるプログラムも用意されているので、ファミリーでの自然体験にもぴったり。参加しやすく人気なのはやはりカヌーなのですが、ナチュラルビズでは小野川湖がそのステージ。小野川湖は日本百名水の一つである小野川の湧き水が流れ込む湖です。初夏には山百合が彩り、秋には周辺に広がるカラマツ林が黄金色に輝く景観の美しさでも知られるスポット。穏やかな入り江から入り沖に漕ぎ出せば、湖に浮かぶ島々を抜けるワクワク感、磐梯山を望む絶景の感動など、訪れるものを飽きさせないひとときが待っていることでしょう。家族や友人同士で賑やかに楽しんだり、都会の喧騒から離れのんびりリフレッシュしたりするのにもおすすめですよ。次にご紹介するのは松原キャンプ場。松原キャンプ場は桧原湖のほとりにあるキャンプ場です。車で乗り付けられるタイプのキャンプ場とは違い、現地までは駐車場から徒歩で向かうか、あるいはボートに乗り換えて渡る必要があります。ボートで行くなんて冒険の始まりのようでワクワクしませんか？宿泊するにはバンガロー、もしくはテントサイトを利用します。レンタルのバーベキューセットもあるので、道具を持っていなくても気軽にアウトドア体験ができますよ。外で食べるご飯は格別、キャンプの醍醐味ですよね。そして日中は湖畔というロケーションを生かしたアクティビティに繰り出しましょう。カヌーやイカダに乗ったり、湖に飛び込んだり、森の中を探検したり、大自然の中でのびのびと楽しむ時間はきっと特別な思い出になりますよ。便利でデジタルな生活に慣れている現代だからこそ、あえてちょっぴり不便でアナログな場に身を置いてみると、新しい発見があったりするもの。ぜひ足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。次にご紹介するのはゴールドハウス目黒モーターボート遊覧。
ゴールドハウス目黒の桧原湖店は、桧原湖を眺めながら食事や宿泊ができる施設で、郷土色豊かな料理や地元ならではのお土産を手に入れることができます。そして人気のアクティビティがモーターボート遊覧。美しい島々が浮かぶ桧原湖をモーターボートに乗って周遊するツアーです。距離によっていくつかのコースがあるので、目的や時間に合わせて選ぶことができますよ。15分ほどで見どころの小島を眺めながらぐるりと回るコース、湖の中腹まで進む半周コース、そしておすすめは30分かけて桧原湖を一周する湖底の鳥居巡り桧原湖一周コースです。こちらのコースでは、磐梯山の噴火の影響で湖底に沈んだ大山積神社の鳥居を水面から見る神秘的な体験ができますよ。スピード感あるモーターボートは爽快でとても気持ちいいもの。風を感じながら湖の旅に出てみてはいかがでしょうか。次にご紹介するのは、浦磐梯フォレストスプリングス。豊かな水場に恵まれた浦磐梯は釣りをするのにも絶好のエリア。浦磐梯フォレストスプリングスは磐梯朝日国立公園内にあるフィッシングパークです。釣り場は磐梯山の噴火によってできた天然湖のレイクエリアと人工池のポンドエリアに分かれます。周りを山に囲まれたレイクエリアでは、カヌーに乗って湖に繰り出すことも可能。大自然そのままの中で楽しむことができるんです。釣りに慣れている人でも普段と違う体験ができるかもしれませんね。一方のポンドエリアは釣り場のスペースを広く取り、足場もしっかり、初心者でも安心して気軽に楽しむことができます。晴れた日には磐梯山がよく見える抜群のロケーションもおすすめポイントですよ。エリア内にはニジマスやイワナ、ヤマメたちがたくさん放流されており、釣りを満喫した後は美味しくいただくのもお楽しみです。次にご紹介するのは、グランデコリゾート。グランデコリゾートは豊かな森と美しい湖に囲まれた人気のホテル。浦磐梯グランデコ東急ホテルや四季を通じて楽しめる様々なアクティビティが揃う浦磐梯のリゾートです。人気なのがロープウェイ、標高約1400メートルまでの空の旅です。特に紅葉の季節は絶景が期待できますよ。山頂駅近くには猪苗代湖や磐梯山が一望できる展望台や、景色を眺めながら休める足湯もあります。日本百名水の小野川の湧き水で抽出した特製コーヒーを味わうこともできるので、のんびり過ごす旅や思い切り遊んだ後の癒しタイムにもぴったり。もう少しアクティブに過ごすなら、山頂からトレッキングに出かけましょう。高山植物が見られる湿原を回ったり、ブナ林を歩いたり、時間や体力に合わせて楽しむことができます。中級から上級者向けのアクティビティとしては登山もおすすめですよ。浦磐梯の自然をたっぷりと味わえるグランデコリゾート、せっかくならゆったりくつろげるホテルステイを拠点にして楽しんでみてはいかがでしょうか。次にご紹介するのは、浦磐梯スキー場。冬のアクティビティといえば、なんといってもスキーですよね。いくつもある浦磐梯のスキー場の中で、浦磐梯スキー場はファミリーで楽しめるところが魅力です。パウダースノーのゲレンデは初級、中級、上級者向けと分かれているので、子供から経験者までレベルに合わせて楽しむことができるんです。初級者には林間コースがおすすめ。自然の中を滑る本来の楽しみが体験できますよ。中級者は全長1200メートルのメインコースへ。素晴らしい眺めと傾斜の変化に富んだロングランで満足度の高いコースです。そして上級者であれば、自然の地形を生かしたダイナミックな斜面を滑走するコースに挑戦してみてくださいね。ちなみにこちらではスキーだけでなく、スノーシュートレッキングも体験できます。ふかふかの雪の上を歩くのはスキーとはまた違った面白さ。いずれにしても浦磐梯の大自然に抱かれた銀世界を思う存分堪能できることでしょう。最後にご紹介するのは、星野リゾート猫間スキー場。毎年雪を愛してやまない人たちが集うという星野リゾート猫間スキー場。もともと豪雪地帯であることに加え、約1000メートルの標高と北向き斜面のため、ミクロファインスノーと呼ばれる軽く細やかな雪が積もります。たっぷりと積もったパウダースノーの浮遊感に虜になる人も多いんだとか。例年12月上旬から約5ヶ月のロングシーズンで楽しめるところも、スキーヤーには嬉しいポイント。ファンが多いのも納得の抜群の立地なんですね。ファミリーで楽しむことができる一方、アスリートが練習に訪れる本格ゲレンデでもある猫間スキー場にはバリエーション豊富なコースが揃っています。穏やかな斜面でマイペースに楽しむもよし、ブナ林の中を滑り降りてみるのもよし、急斜面や起伏のあるコースに挑戦するのもよし、スノーボーダー用のスノーパークもあるので、レベルや目的に合わせて楽しめるところも魅力です。思う存分楽しんだ後は周辺にある温泉に立ち寄るのもおすすめですよ。
今回は裏磐梯で楽しむ自然アクティビティのスポット9選をご紹介いたしました。豊かな湖と山に恵まれた裏磐梯だからこそできる体験がたくさん詰まっていましたね。興味のそそられるものはありましたか？ぜひこの機会に裏磐梯の大自然の中に飛び込んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。